はいどうも皆さんこんにちは、レッドです。今回は超お手軽にリオネウスの素材集めをする方法徹底解説していきます。レウスといえば火属性ということで、火の最強装備を作る上では欠かせないモンスターです。特に武器は超優秀で、ステータスが高くてめちゃめちゃ火力出ますし、弓は貫通矢なのでモンスターから離れて安全に戦うことができます。ライトボウガンに関しても貫通と斬裂の組み合わせなので、遠距離で戦えてさらに尻尾も切れてしまうというぶっ壊れ性能になってます。アンジャナフの武器と比べると素材集めが少し大変にはなるんですけど、性能面ではもう圧倒的と言っていいです。どれくらい強いかというと、前回の動画でグレード6のレウス弓使ってるんですけど、星8のベリオドスとレイゲーナ両方ともグレード6の状態で超安全かつ超楽勝で狩猟できてます。アンジャナフの武器ももちろん強いんですけど、ステータスがちょっと低めで、さらに弓に関しては拡散矢ということで接近戦をしないといけないです。なのでどうしても被弾してしまうことがあります。その点レウス弓は遠くから撃つだけで高火力が出せるんで、超安全でかつ超強いです。また他の武器種についても単純にステータスが高くて火力を出しやすいです。なので火属性の武器作る場合はレウスがめちゃめちゃおすすめになります。さらにプラスして防具の方はメイルが弱点特攻レベル2でどこでも使える超汎用防具です。さらにコイルは、まあ当然ですけど、火属性の弓には必須の防具になっていて、なるべくグレード7の5まで上げていきたいです。というわけで今回は超お手軽に効率よくレウス武器の強化していけるように、素材集め用の最適な装備と立ち回りを詳しく解説していきたいと思います。ちなみに今回はそこそこグレードの高い武器で、防具も結構ガチな装備使っていくんですけど、主にビギナーの人向けということで、もう少しグレードの低い武器とハードル低めの防具構成でも実践プレイやっていくんで、強化がまだそこまで進んでいないという人も素材集めの参考にしてもらえると思います。それではレウスの素材集め実際にやっていきましょう。まずはガチな装備使います。武器はカガチ弓グレード7の5です。でスキル構成は破壊王レベルマックスです。もちろん破壊王を使います。今回レア素材をなるべくお手軽にたくさんゲットしたいんで、頭背中尻尾の 3V 破壊を狙っていきます。レウスの素材はレア2が尻尾、レア3が背中、レア4が頭で、レア5が尻尾に対応してます。なので頭背中尻尾の 3V 全てを楽に破壊できるように、破壊王はレベルマックスにするのがおすすめです。ちなみに翼はレア1しか出てこないんで、今回は狙いません。レア1が足りてないという場合は翼狙いがおすすめになります。まずは頭と背中破壊したいので、なるべく正面から撃ってきます。最初は噛みつき攻撃を待ってから後ろに下がって撃つのがおすすめです。で突進は横にロールで避けて、後ろチャージステップで距離を取ってから撃ちます。これでまた突進が来るんで、ロールしてから溜め始めます。でこの後ステップしてこっち向くんで、ここで正面から射撃号車当てます。で基本は頭を狙えば OK です。でブレスも横に避けて、はい、これで頭と背中一気に破壊していきました。ここで飛び上がる時にちょっと隙があるんで、はい、ここで SP を発動して尻尾の先端を狙います。はい、これで頭背中尻尾全部破壊することができたんで、あとは倒しに行くだけになります。こんな感じで超お手軽に 3V 破壊して効率よく素材集めすることができます。貫通弓なので正面から頭を打っていけば背中にも自動的にダメージが入ってくんで、背中の破壊も結構しやすいです。なので地上にいる間に正面から打てるタイミングでしっかりと頭から背中を貫通するように打っていけば、かなり楽に V 破壊していくことができます。尻尾に関しては最後に SP を当てれば OK なんですけど、レウスの尻尾はちょっとダメージが入りにくいんで、この武器のグレードだと SP で3ヒットしないと切れないです。なので SP 打つ段階で相手の HP があとちょっとしか残ってないという場合は切れずに終わってしまう可能性があるんで、この点だけ注意が必要です。 3V 破壊しようとすると破壊をレベルマックスでもそこまで余裕はないので、とにかく正面から頭と背中だけを打っていくというのを意識してください。ダメージ量的には射撃と号車3回で OK なので、今回の実践プレイと同じ立ち回りであれば基本的に相手が飛ぶ前に破壊することができます。もし早い段階でレウスが飛んでしまったという場合は、その後がちょっと大変になってしまうので、その場合はリタイアしてもう一回やるのがおすすめになります。でもしそのまま続けるという場合は、とにかく正面側に回って頭と背中を狙うということになるんですけど、尻尾に関しては飛んでる時に狙うのがちょっと難しいので少し時間かかっちゃうんですけど、地上に降りてくるのを待って、でその後隙がある時に SP を打っていく方がいいと思います。ただあくまで飛ぶまでに頭と背中を破壊できなかったという場合は、その後がちょっと大変になってしまうので、まあ、正直リタイアしてやり直すのが一番楽だと思います。それでは正直ほぼ一緒なんですけど、黒弓でもやっていきたいと思います。
で、同じくグレード7の5で、エソビ構成全く同じです。で、最初はじっくり待って、噛みつき攻撃が来たら後ろに行って撃ちます。で、距離が離れてると突進攻撃が来るんで、こういう風にワンパターンで対処できます。同じようにロールで避けて、後ろチャージステップで距離を取って、また突進をしてもらいます。で、2回突進した後はステップしてこっちを向くので、ここで1回撃ってブレスを回避。からのもう1回正面から当てて、これで頭と背中ブレイクです。そしたら相手が飛ぶので、この隙に SP を発動して、尻尾も破壊しに行きます。で、黒弓はなんと2ヒットで切ることができます。まあ攻撃力がカガチ弓よりちょっとだけ高いんですよね。なので同じグレード7の5で比べると黒弓使ってった方が残り HP が少なくても尻尾切断はしやすくなります。まあただほとんど違いはないです。はい、こんな感じでカガチ弓でも黒弓でも超お手軽に素材集めをすることができます。レウスのレア素材は頭、背中、尻尾の3部位に対応してるんで、この3部位を楽に破壊していくために破壊用はレベルマックスにすることをおすすめします。尻尾に関してはどうしても SP の威力がある程度高くないといけないので、武器のグレードが低いという場合は破壊用プラス SP 威力アップとかをつけるといいと思います。また星5が相手であればもっとずっと楽にできると思うんで、まあレア5素材の逆鱗が出ないんですけど、レア4以下の素材に関しては星5を狙っていくとより楽に効率よく集めていけると思います。それではここまで結構ガチな装備使ってきたんで、次はストーリー2周目あたりの人向けということで、もう少しグレードの低い武器で、かつ防具もハードル低めの構成にしてやっていきたいと思います。ただ星6だとまあ同格くらいの相手になるんで、今回は V 破壊はそこまで意識しないでやりたいと思います。あと SP の威力も低くなっちゃうんで、まあ尻尾の切断も狙えません。というわけで武器はハンター棒ですね。お正月チケットで作れる武器です。グレード5の5で、攻撃力515なんですけど、これ、ディアブロスの弓、ブロス棒を生産した時点での攻撃力とほぼ一緒です。まあ、なので基本はブロス棒を作ればいいんですけど、とりあえずこれ使いたかったので、まあ、今回はこれでいきたいと思います。で、防具はプケ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 、カガチクルルジュラで、ストーリー前半のモンスターだけになってるんで、まあ、ハードルは結構低めだと思います。ただこれ、集中と回避距離アップで、さらに体力増強もあるんで結構強いです。一部グレード6に上がってる防具あるんですけど、グレード4とかでもスキルの構成ほとんど変わらないんで、最近始めた人にはこの装備めちゃめちゃおすすめです。では行ってみましょう。ハンター棒は連射弓で適正距離が近めなので、ここまでと違ってモンスターからあまり離れないように戦います。で、噛みつき攻撃は普通に頭を狙って、はい、からのジャスト回避も決めていくスタイルですね。まあ普通にチャージステップで避ければ OK です。で、注目ポイントがこの回避距離アップですね。チャージステップの移動距離めちゃめちゃ長いです。なので攻撃が来ても超簡単に避けれます。ただこれチャージステップの距離やばいですよね。で、方向は正面から SP を当てます。この後飛ぶんですけど、ここ相手との距離結構あるじゃないですか。でも距離アップつけてればこんな感じで一気に適正距離まで移動できます。逆にちょっと危ないと思ったら後ろに一回下がれば超安全に避けれます。こんな感じで距離アップつけるだけでもう被弾とかしなくなるんで、これ超おすすめです。ちなみに今地面燃えてるんで地味にここは注意です。今何気に5ダメージ食らいました。ただ普通の攻撃は1回チャージステップすればもう余裕で、はい、ここで頭ブレイクしました。まあ、そこまでちゃんと狙いに行ってなくても、普通に戦ってれば、まあ、1箇所くらいは破壊できます。と言いつつ今回はもう1箇所ブレイクしていきました。はい、ということで星6のリオレウス、グレード5のハンター棒で余裕です。今回はレア素材をお手軽に集める方法ということで、破壊音もつけて結構 V 破壊にこだわってやってきたんですけど、こんな感じで基本報酬からもレア素材普通に出ます。星6だったのでレア後の逆鱗もこんな感じで出てきますね。V 破壊はあくまで追加報酬でレア素材が出ることもあるよっていう話なんで、まあ、極論言うと必須というわけではないです。破壊をつければ頭、背中、尻尾の3部位楽々破壊していけるんで、もちろん効率は上がります。ただ今回みたいにグレード5の武器で星6とかってなってくると、さすがに3箇所も破壊しに行く余裕はあんまりないので、そういう場合はとにかくしっかり倒すということに集中するといいと思います。で、武器の強化が進んできたら破壊用のスキルもつけて V 破壊も狙っていくと、まあそういう感じで進めていくのがおすすめです。ちなみにディアブロスの防具が破壊用付きのものが多いんで、素材集めの効率上げていきたいという場合はディアブロスの防具ぜひ作ってください。ではここから最強の非属性装備の紹介していきたいと思います。今回は弓だけなんですが、まずこちら属性強化レベルマックスの集中4という構成です。レウスのコイルが属性強化と集中両方ついてる唯一の防具なので、弓の場合はこれ必須ですよね。
さらにこれ弓以外でも使える防具なので、コイルは最優先で強化すべきだと思います。グレード6に上げればスキルは全部つくんですけど、まあどうせだったら7の5にして防御力上げといた方がいいかなと思います。次2つ目は同じく属性レベルマックスで、それプラス集中3弱得2という構成です。レウスのメールが弱点特攻レベル2で、これも超優秀です。どの武器種でも使えますし、さらに属性無属性関係なく活躍できるんで、このメールとコイルに関してはもう必須級と言っていいレベルの防具だと思います。そして最後3つ目、これはレウスアシュの防具使うんですけど、集中レベルマックスの属性4という構成です。個人的にはこれ結構気に入ってて、属性値がちょっと下がっちゃうんですけど、火力の期待値はほぼ一緒です。というか場合によってはこっちの方が強いです。動きの速いモンスターとか相手の攻撃が激しいという場合でも最大ダメで撃ちやすくなってくるんで、レウスアッシュの防具作ってる人はこの装備もかなりおすすめです。というわけでレウスに関してはとにかく武器を強化することと、あとはコイルとメイルですね。この2つはどこでも活躍できる防具なんで、ぜひとも最優先で強化していってください。グレード6の1でもいいんですけど、どうせだったら7の5まで上げるのがおすすめで、僕も頑張ってそこまで上げていこうと思います。というわけで今回は超お手軽にリオレウスの素材集めする方法を徹底解説してきました。とにかくレウスは武器も防具も超優秀なので、特に非属性装備を強化する場合はもう外せないと思います。武器に関してはまずステータスが高いという点と、弓は貫通なので遠距離で安全に戦えますし、ライトボーガンも同じく貫通弾付きで、さらに斬裂弾で尻尾も切れるので超おすすめです。アンジャナフが2地帯に出現するんで、素材集めはこっちの方がしやすいんですけど、性能面を考えると、長期的にはレウスの武器強化していく方が圧倒的にいいと思います。また防具についても特にメイルとコイルに関してはもう必須級と言ってもいいので、最低でも流玉を使わないライングレード7の5までは強化していきたいです。というわけでレウスの素材今後も大量に必要になってくると思うので、ぜひとも今回の装備と立ち回り参考にして最高効率で素材集めしていきましょう。ちなみにベリオ&ギエナウィークももう始まると思うんですけど、この2体両方とも非属性弱点でレウスの弓使うともう楽勝なので、レウス弓の強化も同時並行でやっていくとトータルで見た時に一番効率が良くなるんじゃないかと思います。なのでレウス弓まだ作ってないという人はぜひとも検討してみてください。というわけでモンハンナウの装備紹介やモンスター別の攻略などたくさん配信してるんで、最新動画を見逃したくない人はチャンネル登録をしてお待ちください。またすでにねたくさんの動画配信してるんで、他の動画もぜひ見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。